髄弦を外します。そしてあのチルがこの糸掛けに固く結ばれてますから、場合によってはこのペンチとかで引っ張って外してくださいね。はい、古いチルを外しました。この糸掛けのチルを結ぶ穴がちょっと狭い場合、このような千枚通しとかで広げると結びやすいかもしれないですね。はい、それでは、チルの結び方を分かりやすく説明したいと思います。まずこの糸かきの小さな輪っか、これを拡大したものが、これと思ってください。要はウー汁、中汁、ミー汁とあります。そしてチルを拡大したものがこの紐と思ってください。まずは最初にこのチルの折り目をつけてやります。だいたい慣れない人は1センチぐらい、ここが1センチぐらいなるように折り目をつけたら巻きやすいと思います。そして、ポイントはこの折り目をしっかりつけてやる、しっかり折ってやる。そしてこの状態で、糸かきの上にチルを重ねます。この状態、短い方が上です。そしてチルを向こうから回してきて、この折り目の下に来るように、はい、そしてチルの先をこの糸掛けのこの穴に通してやる。はい、これです。でこの時にこの糸掛けの穴の輪っかの下に結び目が来ると、チンダミしていくとこれがスコンって上がってチンダミ狂いますから、この段階で上に結び目を移動させてくださいね。この一番先に来るように。そしてこの状態からチルをしっかりこのように引っ張ってやる。ここがきれいに結ばれるように。でたまにこの二重にここを巻く方もいるんですが、この段階でしっかりこの引っ張って結んでやれば、そうそう緩むことはないと思います。そしてチルは巻き癖、このような巻いた癖がついているので、ここから、親指と人差し指でしっかり挟んで静かに上にこう持ち上げていってくださいね。このように。そしてからくいに巻いていきます。そして、チル交換でほどく場合はこの短い部分、ちょっと固く結ばれているのでペンチなどで挟んで引っ張るとこのようにほどけます。はい、それでは、糸かきにチルを結んだ後に次はからくいにチルを巻いていきます。先ほども言ったようにこの指で挟んでチルのよれをまっすぐ伸ばした状態にします。そして向かって向こう側にですね、チルをしっかり曲げて1センチぐらい折り目をつけてやります。そしてこのからくいの穴にチルの先をかけて、このようにウー汁とミー汁は向かってこの右側に、こっち側に、巻いていきます。そして歌口の溝にかけます。中汁も同じようによれを取って向こう側に折り目をつけて、中汁は、向かってこっち側ですね、左側に巻きを作っていきます。
して、ミー汁も同じように。そしてチルは新品の状態では縮んでいますので、これを指をかけチルの下に入れて、親指はこの竿の方に押し付けながら、このようにチルを伸ばしていきます。横から見るとこういう感じですね。特にウージルは何回もやってください。中汁も同じように。そしてミー汁も同じようにやるのですが、ミー汁は細い分強く押しすぎるとチルが切れたりしますので、ちょっと力を加減しながらやってください。これで完成です。